カメラマンの桃井和志です。9月18日からドイツ・ケルンにおいて世界最大の映像用品賞フォトキナが開催されます。2年に一度開催されるフォトキナに向けてですね、各社新製品を続々と出してきます。その様子をですね、動画のレポートとして発信していきますので、お楽しみに。